シトロエン 2CV は、フランスのシトロエンが1948年に発表した前輪駆動方式の乗用車である。極めて独創的かつ合理的な設計の小型大衆車で、1999年20世紀を代表する車を選ぶカー・オブ・ザ・センチュリーの選考過程におけるベスト26に入った1台である。2CV はフランス語で2馬力を意味するドゥシボの略語である。日本語では 2CV を英語のアルファベットの発音から 2CV、2CV と呼んだり、フランス語風にドゥシボー、ドゥセボーなどと呼ばれている。この社名は、フランスにおけるかつての自動車課税基準である、課税出力カテゴリーのうち、2CV に相当することに由来するが、実際のエンジン出力が2馬力であったわけではない。後年の改良による、パワーアップで、税制上 3CV 相当にまで上がったが、社名は 2CV のままだった。ユニークな着想を数多く盛り込んだ、簡潔軽量な構造により、非力ではあったが、優れた走行性能と居住性、経済性を同時に成立させた。第二次世界大戦後のフランスにおけるモータリゼーションの主力を担い、国民車として普及、さらに西ヨーロッパ各国で広く用いられた。その無類にユーモラスなスタイルと相まって世界的に広く親しまれ、フランスという国とその文化を象徴するアイコンの一つにまでなった。1948年から1990年までの42年間、大きなモデルチェンジのないままに、3872583 台の 2CV が製造されたほか、並行して、基本構造を踏襲した派生モデル数車種が、合計1246,306 台、製造された。単一モデルとしては、世界屈指のベストセラー車、ロングセラー車である。シトロエンの自動車生産開始は、第一次世界大戦後の1919年で、フランスでは、後発メーカーであった。だが、アメリカのフォードに倣った大量生産システムの導入で中から小型の高品質な自動車を廉価に供給し、わずか数年間で、フランス最大の自動車メーカーに急成長した。この間、1921年に、超小型乗用車の5CV を発表したが、当時のベストセラー車となったにもかかわらず、1926年に生産を中止してしまう。これは、車種のアンドレ・シトロエンが大衆車の生産、販売をやめ、より大型モデルを中心とした経営方針へとシフトしたためである。この経営判断は競合メーカーのプジョーやルノーに小型車クラスの市場を奪われる結果となり、シトロエンの経営基盤確立は遠のいた。シトロエンは1925年の B12 でヨーロッパでもいち早く全鋼鉄製ボディを採用、以後もフローティングマウントや油圧ブレーキを導入するなど、先端技術の採用に熱心であった。1932年には新たに斬新なニューモデルの開発に乗り出し、1934年、同社最初の前輪駆動モデル、7CV を発表したが、同年、この前輪駆動車開発に伴う膨大な設備投資によって、ついに経営破綻する。これに伴いアンドレ・シトロエンは経営者の地位を退き、代わって、フランス最大のタイヤメーカー、ミシュランが経営に参画することになった。この際、ミシュランから派遣されてシトロエン副社長職に就任したのが、元建築技術者であった。ピエール・ジュール・ブーランジェであった。彼は、ミシュラン一族から、シトロエン社長に就任した、ピエール・ミシュランと共に、シトロエンの経営立て直しに奔走し、1937年の、ピエール・ミシュランの事故死に伴って社長に就任、自身も1950年11月に、事故死するまでその地位にあった。1935年夏、ピエール・ブーランジェは、別荘でのバカンスのため、南フランスのクレルモンフェランの郊外へ赴いた。彼はそこで、農民たちが、手押し車や牛馬の引く荷車に輸送を頼っている実態に気づいた。当時のフランスの農村は近代化が遅れ、日常の移動手段は19世紀以前となんだ、変わらない状態だったのである。ブーランジェは、シトロエンのラインナップに小型大衆車が欠落していることを認識していた。そこで、農民の交通手段に供し得る廉価な車を作れば、新たな市場を開拓でき、シトロエンが手薄だった小型車分野再進出のチャンスともなる、と着想した。ブーランジェは周到な市場調査によって、この種の小型車に対するニーズの高さをつかみ、将来性を確信した。そして1936年、アンドレル・フェーブルらシトロエン技術人に対し、農民向けの小型自動車開発を命令する。この自動車は、トゥートプティ・ボアトゥールを略した TPV の略称で呼ばれた。TPV、後の 2CV 開発責任者となったルフェーブル技師は元航空技術者であった。航空機開発技術を学んで第一次世界大戦中に航空機メーカーのボアザンに入社、芸術家肌の車種、ガブリエル・ボアザンに師事して軍用機の設計を行った。戦後、ボアザンが高級車メーカーに業種転換すると自動車設計に転じ、高級乗用車やレーシングカーなど高性能車の開発に携わっている。そして後ボアザンの業績悪化に伴い退社、ルノーを経て1933年にシトロエン入りし、シトロエントラクシオン、アバンの開発に参画して短期間のうちに完成させていた。彼は天才型の優秀な技術者であり、第二次世界大戦後には 2CV に続いて未来的な設計の傑作乗用車シトロエン DS の開発にも携わっている。ブーランジェの提示した農民車のテーマはコウモリ傘に4つの車輪をつけるという簡潔さの極致を示唆するものであった。価格はアッパーミドルクラスであるトラクシオン、アバンの 1.3 以下という低価格が求められた。しかし、自ら自動車の運転もこなすブーランジェによって、具体的に示された条件は、技術人をして、不可能だ。とまで言わしめた難題だった。それは、以下のようなものであった。悪路踏破力、乗り心地、経済性のいずれにおいても厳しい条件であるが、それでもブーランジェは、実現を言明した。その後の技術人の努力によって、実現に至らなかった点があったものの、無理難題の多くが満たされた。加えてブーランジェは、最低限にとどまらない十二分な車内スペース確保も要求した。身長2メートル近い大男である、ブーランジェ自身が、シルクハットをかぶっては試作車に乗り込み、帽子が引っかかるようなデザインは書き直しを命じた。この、高い天井を要求する、ハットテストによって、最終的にこのクラスの大衆車としては、妨害と言って良いほどゆとりある、車内スペースが確保されることになった。1939年製 TPV の後ろ姿2019年7月に、ラ・フェルテ・ビダムで開催された 2CV100 周年記念イベントにて初公開される1994年に、発見された3台の 2CV はすでに、トラクシオンアバンで、前輪駆動車の量産化を成功させていたアンドレル・フェーブルは TPV の駆動方式にも前輪駆動方式を採用した。プロペラシャフトを省略でき、さらに操縦安定性にも優れていたからである。開発作業はシトロエン社内でも特に機密事項として秘匿され、外部の目に一切触れることなく進行した。1939年には TPV プロジェクトは相当に進行し、試作車も完成しつつあった。それらはアルミニウムを多用して軽量化され、外板には波板を使うことで強度を確保した。簡潔な造形によって、外観は屋根になだらかな曲線を持ったトタンの物置という風体だった。屋根はホロによる巻き取り式のキャンバストップで軽量化と騒音発散を図り、座席には通常の金属スプリングの代わりに、ゴムベルトを用いたハンモック構造を採用して、軽量化した。ヘッドライトは、コストダウンと軽量化のため、片側1個だった。パワーユニットは、トラクシオン、アバンの先進的なオフエンジンを設計したモーリス・サンチュラの手になる、水冷式エンジンを搭載していた。サスペンションアームは軽量化のためにマグネシウムを使用していた。サスペンション用のスプリングとしては各輪ともトーションバーを3本、過荷重用に1本、合計 4×4 イコール16本使用していた。このモデルは長い間、試作車のみであり、開発は最終完成には至っていなかったと考えられていたが、実は量産体制に入っていたことが1968年に初めて判明した。パリ西郊 130km のラフェルテ・ビダムにある同社のテストセンターを工事中に実車1台と量産に関する承認書類やナンバープレートなどが発見されたのである。それによると量産車 2CV として正式にホモロゲーションを取得したのは1939年8月23日。認可された生産数は100台であった。しかし、9月3日に第二次世界大戦が勃発すると生産は中止、封印され、生産中の車の大半は破壊されたり、壁に埋めて隠されたりした。発見された車体は完全にレストアされて、新車同然の姿で、パリの北部オルネーのシトロエンコンセルバトワールに展示されている。その後、1994年には、ノルマンディの農家の屋根裏から、さらに3台が発見された。これにより、幻の初代 2CV とも言える TPV は、試作車と生産予定100台のうち4台の現存が確認された。新たに発見された、この3台も、シトロエンコンセルバトワールに収蔵され、修復はせずに展示されている。第二次世界大戦勃発後の1940年、フランスは、ナチスドイツの侵攻を受けて敗退。パリをはじめフランス全土の北半分は占領地となった。パリジャベル河岸のシトロエン車も占領軍の管理下に置かれたが、経営責任者の座に止まったピエール・ブランジェは、公然とサボタージュを指揮し、占領軍向けのトラック生産を遅滞させたり、時には故意に欠陥車を送り出すなどして、損害を与えるよう努めた。このような会社を挙げてのレジスタンス運動により、ブラックリストに載せられながら、ブランジェは1944年のフランス解放まで、巧みに生き延び、またルイ・ルノーのような占領軍への積極的、利的行為も行わなかったことから、フランス解放後も、シトロエン社のトップに止まった。この際、開発途上だった TPV をナチスの手に渡さないため、ブランジェの命令によって、TPV プロジェクトの抹消が図られた。戦争で実現しなかった1939年のモーターショーのために準備された250台の試作車は1台を残して破壊され、また一部は工場などの壁に塗り込められ、あるいは地中に埋められた。これらは1990年代以降最終的に合計5台が発見されている。ナチスとブーランジェ、双方の目を逃れて、破壊や埋設を免れた少数は、ボディを改造して、小型トラックに偽装された。前述の台数と重複していると思われるが、後の2000年に、ミシュラン工場改築の際、レンガの壁を壊したところ中から、新たに3台が発見されている。独自の研究開発が禁じられた、困難な状況下ではあったが、ルフェーブルら技術者たちは、ナチス側の監視をかいくぐって、終戦後に世に送り出されるべき、TPV の開発を進行させた。だが、シトロエン社内部での検討によって、コスト課題から TPV にアルミニウムを多用することは困難であるという結論が出された。やむなく TPV の多くのパーツはエンジン周りを除いては普通鋼に置き換えられることになった。1944年の連合国勝利に伴うフランス解放によって、TPV の本格的な開発作業が再開された。試作車用に、モーリス・サンチュラが設計した水冷エンジンは、改良を重ねても不調であった。このため、高級スポーツカーメーカーのタルボから1941年に移籍してきた、有能なエンジン技術者、ワルテル・ベッキアが、水平対向に気筒レイアウトを踏襲しつつ、新たに信頼性の高い空冷エンジンを開発して、問題を解決した。またボディデザインはイタリア人の車内デザイナーであり、トラクシオン・アバニや後の DS のデザインも手掛けたフラミニオ・ベルトーニの手で、コンセプトを維持しつつも改良を加えられた。1949年から1960年型、初めてサロンで公開されたタイプAと、同型モデル1950年製。1954年以降のタイプアツルとは、グリルの形状等に差異がある。1954年から1960年型、タイプアツルベルジャム1948年10月7日、シトロエンに CV は、フランス最大のモーターショーである、パリサロンにおいて公に発表された。多数のマスコミ、観客が見守る中、ブーランジェ社長によって紹介され、除幕された、ニューモデルの 2CV は、あまりにも奇妙なスタイルで、観衆を呆然とさせ、立ち会ったフランス共和国大統領の晩餐オリオールをして困惑せしめたという。しかしながら、この問題は、ブーランジェのメディアへのショー前工事不足が大きな原因であったとする見解もある。この時点で、競合するルノーの 750cc リアエンジンの大衆車 4CV や、プジョーの1クラス上の 1300cc 車203が、すでにデビューしており、それら他社製の戦後型ニューモデルがごく、まともな自動車であっただけに、2CV の奇怪さが際立った。居合わせたジャーナリストたちは 2CV を見て、醜いアヒルの子、乳母車と嘲笑し、居合わせたアメリカ人ジャーナリストは、このブリキの缶詰に缶切りをつけろと揶揄した。前衛派詩人で、皮肉屋の作家、ボリス・ビアンは 2CV を回る異常と評した。だがしかし、大衆は 2CV を支持し、シトロエン社はすぐさま数年分のバックオーダーを抱えることとなった。ピエール・ブーランジェはこの自動車の成功を確信していた。2CV が、その奇妙な外見とは裏腹に、あらゆる面で合理的な裏付けを持って設計され、市場ニーズに合致した自動車であるという自信を持っていたからである。もっとも彼は 2CV の未曾有の成功を完全に見収めないうちに、1950年自ら運転するトラクシオン、アバンの事故で死亡した。先行量産モデルは、特に 2CV を必要としていると考えられた希望者に優先販売され、日常における実際の使用条件について詳細なモニタリングが行われた。それらはフィードバックされ、技術改良と販売方針の改善に活用された。2CV が廉価なだけでなく、維持費も低廉で扱いやすくて信頼性に富み、高い実用性と汎用性を有していることは、短期間のうちに大衆ユーザーたちに理解された。1949年の生産は、スターターの必要性などの問題点があり、同年7月より始まり日産4台、876台に、止まったが、翌1950年には6196台と、月産400台のペースで量産されるようになり、1951年には、生産台数は 14,592 台になった。以後も生産ペースは、順調に増加していった。フランス国民はこのエキセントリックな自動車の外見にも早々に慣れ、2CV は、数年のうちに広く普及した。街角や田舎道に 2CV が止まる姿は、フランスの日常的光景の一つとなった。さらには、ヨーロッパ各国にも、広範に輸出され、ことにその経済性と、悪路踏破能力は、各地のユーザーに歓迎された。イギリスなどにおいて、現地生産も行われている。ドーリーの後ろ姿シトロエンは、その後、排気量拡大や、内外装のマイナーチェンジなどを重ねて 2CV を、アップデートしていくとともに派生モデルを多数開発して小型車分野のラインナップを充実させた。1967年に後継モデルと思われるディアーヌを発表したが、結果として2CV はそれよりも長生きすることになった。ことに1970年代のオイルショックは 2CV の経済性という特徴を際立たせることになった。また優れた経済性と走破能力とを合わせ持つ 2CV に着目した欧州の若者たちは世界旅行の手段として 2CV を選び、北はノルウェー、東にモンゴルを抜けて日本、西にアラスカ、南にアフリカを走り抜けた。さらには世界一周旅行に出かけて50カ国、8つの砂漠を走り、約10万キロメートルを走破したコンビもあった。1970年代後半になると、ボディの外観形状や基本的なメカニズムは維持したまま、外装やインテリアを特別仕様とした限定モデルが登場した。最初に発売した 2CV スポットまでは 2CV-4、それ以降は 2CV-6 をベースとしたモデルである。2CV トレーフルのレプリカ、2CV スポット修復された、2CV バスケット 2CV-007 メリリャの自動車、歴史博物館に保存される 2CV マルカテロ。2CV フランス産 2CV エンテグルナ、2CV ドーリー1985年10月に登場したカラーパターンタクシーとして利用される 2CV ココリコ2013年撮影に CV バンブーだが1980年代に至ると基本設計があまりにも古くなりすぎ、衝突安全対策や排気ガス浄化対策などに対応したアップデートが困難になってしまった。それにつれて販売台数も低下、1988年にフランス本国での生産が終了し、ポルトガル工場での生産も1990年に終了した。40年にわたる長いモデルスパンはビートルこと、フォルクスワーゲンタイプ1や初代、ミニと肩を並べるものであった。全長全幅全高は3830×1480×1600mm で、全高を除いては、現代の小ぶりな1000から 1300cc 級乗用車並みのサイズである。だが重量は、極めて軽く、375cc の初期型で 495kg、602cc の末期型で 590kg に過ぎない。安全対策装備がほとんど備わっていないという実情はあるが、サイズに比して極めて軽量で、その構造が簡潔かつ合理化されている事実を伺うことができる。発表時から絶えず悪口や嘲笑の的に、さらには無数の冗談の種になった、陳無類のスタイルであるが、極めて合理性に富んだ機能的デザインである。実用性を最重視しつつも、結果として、極めて個性的かつユニークなスタイルとなった外観は、現在でも多くの支持者を集めている。1960年までは、外反の一部に、強度確保のため、波板構造を用いており、ユンカースの古典的輸送機を思わせる機能優先な外見だった。タイプ技のドアとステアリングホイール。タイプ技リアクォーターピラーにウィンドウがなく方向指示器がつく。全ドアが前、ヒンジとなり CE ピラーに窓が入った6ライト型後期に CV のボディ構造がよくわかる写真。この時代でも後ろのドアは簡単に外せる。現設計が1930年代にされた自動車らしく、グラスエリアが狭く、フロントフェンダーも独立した古い形態を残している。ボンネットは強度確保のため強い丸みを帯びており、その両脇に外付けされたヘッドライトと相まって、2CV 独特の動物的でユーモラスなフロントスタイルを形成している。フロントグリルは細い横縞状の大型グリルで、ボンネットフードはフェンダーのすぐ上から開く構造だった。1961年にボンネットフードとともに、グリルも小型化され、粗い横縞となった。いずれも寒冷時にエンジンのオーバークールを防ぐため、布、またはプラスチックのカバーが用意されていた。客室部分は4ドアを標準とする。初期のドアは、中央のピラーを中心に対称に開き、上に引き抜くことで簡単に取り外すこともできた。1964年に安全上の理由から前、ヒンジとなった。居住性を重視して、円弧状の高い屋根を備え、ガラスは簡素化のため平面ガラスしか使われていない。側面も複雑な曲線は持たず、複印の有効活用のため1930年代の多くの自動車のようなホイールベース間の外部ステップは持たない。徹底した機能主義的デザインには、同時代を代表する近代建築家ル・コルビュジエからの影響が指摘されている。全部倉庫にはパネルを開閉するタイプのベンチレーターを備える。なお、虫や落ち葉等の異物侵入防止目的で金網が開口部に張られている。側面窓は複雑な巻き上げ機構を省き、中央から水平線方向にヒンジを持つ二つ折れ式である。開け放しておくときは、下半分を外側から上に回転させて固定式の爪に引っ掛けておく。初期のモデルには方向指示器がなく、ドライバーがこの状態で窓を開け、腕を外に出して手信号で指示することを想定していた。プリミティブの極致である。リアフェンダーは曲面を持った脱着式で、後輪を半分カバーするスパッツ状である。タイヤ交換の場合、ジャッキアップすれば、スイングアームで吊られた後輪は、自然に垂下して作業可能な状態になるので、付けたままでも実用上の問題はない。屋根は、キャンバス製が標準で、好転時には後方に巻き取って、オープンにできる。キャンバストップとしたのは、軽量化やコストダウンのほか、空冷エンジンの騒音を、車内から発散させる効果も狙ったものである。このため、背の高い荷物も屋根を開ければ簡単に運べた。2CV の広告イラストには、キャンバストップを取り払って、背の高い柱時計やタンス等を積み込み失踪している。ものも見られたが、これは、決して古代広告ではなかったのである。他にも、中央に一つだった、ストップランプを標準的な二つに、太い C ピラーに窓をつけるなど、大小様々な改良が加えられたが、基本的な形状は42年間変わらなかった。2CV のインパネ部分。写真右側に、ダッシュボードから伸びるシフトレバーが見える大人4人が無理なく乗車できる。排気量に比してスペースは非常なゆとりがあり、排気量 400cc 以下の自動車でこれほどの居住性を実現した例は世にも稀である。ただし、車内幅は開発された時代相応に狭い。内装はごく簡素であり、計器類やスイッチは運転に必要な最低限しか装備されていない。その初期には燃料計すら装備されておらず、燃料残量はタンク内に計量バーを差し入れて読み取るしかなかった。ダッシュボード下にはドライバーの膝上の高さで横方向いっぱいのトレイがあり、小物を置きやすい。ステアリングは長年パイプを組み合わせた簡素な2本スポーク仕様だったが、1970年代以降にはグレードによってシトロエンの上級クラスと同じく肩持ち式の1本スポークモデルもあった。一本スポークなら事故で、ドライバーが、ステアリングに叩きつけられても、ステアリングが折れて、衝撃を、ある程度吸収できると見込んだものである。パイプフレームで骨格を構築されたシートは、ゴムベルトでキャンバスをつって、表皮を貼っただけの簡素極まりない軽量設計で、あるが、乗客の体によく馴染み、乗り心地は優秀である。パイプフレームは床面に、左右2本の爪によって差し込まれただけであり、後期モデルの前席は、スライド機能を持った、シートレールが採用されているが、前席、後席とも脱着は容易で軽いため、出先で取り外して、屋外のベンチ代わりに利用することもできる。着座地は高めで、レッグスペースを稼いでいる。床面はほとんどフラットである。プロペラシャフトや、その他諸々の機器による突起がなく、居住スペース確保に貢献している。フロントウィンドシールドのワイパーの動力は電動ではなかった。前輪を駆動するギアケースから引き出されたスピードメーター駆動用のワイヤーケーブルの途中にウォームギアを仕込み、ワイパーの駆動の動力にも利用したのである。このため、スピードメーターはワイパーを駆動しやすいステアリングの左上端に置かれた。ワイパーの動作速度は速力に比例し、高速走行時では速すぎ、低速時では遅すぎ、使い勝手は決して良くはなかった。その構造上停車中は作動しなかったので、ワイパーのスイッチノブを押し込み、手でノブを回すことによって、ワイパーを手動で動かすことも可能であった。後に、電動式ワイパーに改良され、メーターもステアリングコラム状に移った。ヒーターは空冷エンジンの冷却風を車内に送り込むものであるが、熱量不足に加え、ファンが装着されていないことから、あまり効きは良くない。ガソリン燃焼式の独立ヒーターを装備するケースもあった。生産モデルでは、クーラーは最後まで装備されなかった。ホイールベースは 2400mm と小さな排気量の割に長く、前後とも 1260mm のトレッドも1940年代、当時の小型車としては広い。基本構成は、強固なプラットフォームフレームがそのまま、フロアパネルとなり、前後にサスペンションアームを、また前方にエンジンをはじめとする。ドライブトレーンをオーバーハングさせている。この上に簡素な設計の軽量ボディを加装する。サスペンションはフロントがリーディングアーム、リアがトレーリングアームで、前後のサスペンションアームはそれぞれコイルスプリングに接続され、これらのスプリングは横置きのサスペンションシリンダー内に収められているが、この横置きシリンダーは半浮動状態で、初期は左右のタケノコバネにより、後にエンジンパワーの強化により、ゴムブッシュにより半固定状態は、その移動を制限され、最終的には固定された。前述した前後関連喧嘩とは、全輪ロッド後輪と結ばれており、コイルバネを2倍に柔らかく使う、シトロエン社が考案した、軽車両用サスペンションである。左右それぞれの前後アームからはロッドが伸び、サイドシル下でスプリングを介して連結されている。この前後関連喧嘩により、前輪が突き上げを受けると、前輪側のスプリングが収縮し、サスペンションシリンダーは前方に移動し、後輪ロッドを引き後輪を下げて、車体をフラットに保つよう働く仕掛けで、サスペンションの柔軟性と路面追従性を大きく高めた。アクロへの強さの秘密がここにある。この前後関連式バネはまた、旋回時に車体ロールを抑制する。旋回外輪では、バネが前後輪両方のバウンドに逆らう方向に働き、ローリング角度を減少させる。もっとも、この前後関連バネのレート自体は圧倒的に低く、またリーディング、トレーリングのサスペンションリンケージは、ロールセンターを極端に低く保つため、本質的に旋回時のロールが極端に大きく、しばしば横転しそうに見える。しかし実際には、車体重心高はそれほど高くなく、また上述したようにロールセンターが低くジャッキング、アップフォースをほとんど発生させないので、横転までの限界は想像以上に高く、操縦安定性に優れている。またこの構造ゆえ、荷重が大きければ大きいほど、実質的なホイールベースが伸び、安定性を確保する方向に働くようになっている。ユニークなのはダンパーで、登場時から各輪2種類の減衰装置を持っていた。バネ上の振動の減衰は、リーディング、トレーリングリンクの車体側ピックアップポイントのフリクションにより得ている。このフリクション式は、サスペンションのバウンド側にも、リバウンド側にも、同様の減衰力が作用することになり、一般的にバウンド側より、リバウンド側の減衰力を高めなければならない。自動車のサスペンションでは不都合が生じるが、当時すでにモーターサイクルでは同様のフリクション式減衰器が一定の成功を示していたので、2CV の設計年次を考慮すると採用は妥当である。2CV のユニークな点は、バネ下の減衰に、各輪のサスペンションアームに取り付けられた、筒型ケース内に組み込まれた、コイルスプリング上端に重りを固定して、コイルスプリングと重りで決められる固有振動数で、車体の振動を打ち消す、慣性ダンパーを用いた点である。このバネ下制振装置は、他にはブリヂストンが近年インホイールモーター式電気、自動車向けに研究している例があるだけで、非常にユニークな設計思想である。ダンパーを各輪で2種類ずつ持つというのは一見無駄なようだが、通常、バネ上の共振周波数は 1.2 から 1.5Hz、一方バネ下の共振周波数は10から 13Hz 付近にあり、それぞれの振動減衰のために、個別の減衰器を用いる手法は、振動工学的には正当な手段と言える。しかし実際には機械的なフリクションに頼ったリーディング、トレーリングリンクの減衰装置は減衰力を安定して発生させることが困難であり、またバネ下の同級ブリキは寸法や重量の問題から設計が難しく、必ずしも効果的とは言い難い。後にテレスコピック油圧ダンパが後輪側に採用されたが、これらの 2CV に特有な減衰器は1970年代まで使用し続けられた。これらの組み合わせはエンジン出力により決定されている。タイヤはミシュラン製が標準である。1950年代の125、400mm から125、15クラスのタイヤはバルーンタイヤの登場した後の時代にもかかわらず、非常に細いが、径が大きくまた接地面が縦長で、小さいことで、転がり抵抗を抑え、パワーロスを減らしつつ、必要十分なグリップ力は確保できるというメリットがある。ミシュランは1948年、世界初のラジアルタイヤ、ミシュラン X を市場に送り出したが、ほどなくこの 2CV 用サイズのタイヤにもラジアルタイヤが用意された。現在の日本国内においては、ミシュラン X-125R15 の取り扱いはあるが、在庫不足のため入手は非常に難しい。代わりのタイヤとして、ミシュラン ZX-135R15 や、一部の業者が扱うファイアストン F560 から 125R15 や、台湾メーカーのタイヤが装着されることも多い。ブレーキは、シトロエンの標準で当初から油圧だが、フロントはインボードブレーキで、長期にわたって、前後ともドラムブレーキであったが、末期型はフロントがインボードのままディスクブレーキとなった。前輪駆動車で、ネックとなる技術の一つは、前輪を駆動するためのドライブシャフトジョイントである。2CV が設計された時代には、自動車用の等速ジョイントは未だ量産されておらず、トラクシオンアバンでは、ダブルカルダン型のジョイントが使用されていた。ダブルカルダンジョイントは、講義では、等速ジョイントであるが、商用貨物仕様であるフルゴネット及び派生モデルのアミ6の一部モデルに、ダブルカルダン型のジョイントが使用されたものの、2CV では、ダブルカルダン型のジョイントは使用されず、シングルカルダン型ジョイントが使用された。後のモデルでは、等速ジョイントを装備している。602cc エンジン車のエンジンルームを前方から見る。エンジンシュラウドから冷却空気の排気ダクトが伸びており、通常はフェンダー内のホイールハウスへ直接排気、寒冷時はヒーター熱源として客室内に導入する強制空冷水平対向に気筒オフのガソリンエンジンを車体全端にオーバーハングして搭載された。一見農業用発動機のように簡素で創造し、白物ながら、その実極めて高度な内容を備える緻密な設計であり、主要部分はガスケットなしで組み立てられている。設計者のワルテル・ベッキアは、前職のタルボ車在籍時には高性能車用のハイスペックエンジンを設計していた人物である。ベッキアがエンジンを空冷式としたのは、1930年代から1940年代の水冷エンジンにおいて冷却系統の不調がしばしばエンジントラブルの原因となっており、また TPV 試作初期に搭載されたモーリス・サンチュラ設計の水冷エンジンが寒冷時のコールドスタートを困難としていたためである。さらに軽量化、簡略化の効果も狙った。空冷方式の採用に限らず、このエンジンからはトラブルの原因となる要素は努めて排除され、基本的に故障しにくい構造になっている。気筒数は快適さを損なう手前の極力まで減らされた2気筒で BMW などのオートバイエンジンなどを参考にし、コンパクトで一次振動の心配のない水平対向式を採用した。材質は1940年代としては先進的なアルミ合金を用いて軽量化。燃焼室は高効率な半球式で、バルブのレイアウトは、吸排気効率の良いクロスフロー型とした。エンジン前方に大きなファンを直結し、エンジン全体を冷却する。なおかつエンジン直前に置かれたオイルクーラーも同時に冷却される設計である。通常のレシプロエンジンでは、ピストンからの動力をクランクシャフトに伝えるコンロッドは2ピースの分割式として、ボルト止めでクランクシャフトに脱着するようになっている。ところが 2CV 用エンジンでは、コンロッドはクランク穴の開いた一体式として、工場で質素冷却した組み立て式クランクシャフトを圧入してしまうやり方を取った。これで強度と工作精度を高めようという大胆、不敵な発想である。クランクシャフトとコンロッドは分離不能となるが、現実にはほとんど分離を要さないので、これでも良いと割り切られた。点火機構もトラブル排除のため徹底簡素化、単純化され、確実な作動と長期のメンテナンスフリーを実現している。クランクスローは180度であるが、点火は1回転ごとの左右等間隔ではなく、2回転ごとに左右シリンダーが同時点火される。さらに、排気工程のピストン上支点時にも、両シリンダーのプラグが、捨て火とも言うべき空のスパークを発生する構造である。エンジンのトルク確保の面ではやや不利であるが、単純化優先でこの手法を採用した。2CV エンジンのフライホイールが大きいのは、この同時点火に対する回転円滑化の一策である。ワルテル・ベッキアは、2CV の2気筒エンジンが、極めて低出力であるため、ユーザーに常時か負荷の高回転状態で用いられることを見越した設計を行っていた。実際に、非力ながら頑丈で、スロットル全開の連続走行にもよく耐えた。未開地でのエンジンオイル切れのため、やむなく、バナナから取った油をオイル代わりに使ったケースがあるが、それでもトラブルなく走れたという。試作中は、電動セルフスターターを搭載せず、運転席から農業用発動機同様にワイヤーを手で引いてスタートさせる構造であった。これも簡素化を旨としたピエール・ブランジェの命令による仕様である。ところが、試作車をワイヤー始動させようとした女性秘書が爪を割ってしまい、これに懲りたブランジェは即刻セルモーター搭載を命令した。したがって、生産型の 2CV は、全車セルフスターター装備である。もちろん、タイヤレンチを兼ねた手動クランキングレバーによるエンジン始動も最終型まで可能であった。これはバッテリーの消耗した状態や寒冷地での始動に非常に役立った。4段式シンクロメッシュギアボックス。このクラスの大衆車での4段変速かつシンクロメッシュギア装備は1948年当時、妨害の高度な設計である。開発中、ピエール・ブランジェは、農民の妻に複雑な4段トランスミッションは、扱いきれないとして3段ミッションとするよう、言明したが、ワルテル・ベッキアは、超低出力のエンジンパワーを、最大限に有効利用するため4段式ミッションを、採用した。4速はあくまでもオーバードライブギアであるというベッキアの主張で、ブランジェはしぶしぶ納得したという。この言い訳のためか、初期系 2CV の4速ギアは、4ではなく、高速、オーバードライブ、サーマルティプライを意味する S と表記された。もっとも実際の4速のギアレシオは、オーバードライブどころか、逆に一般的自動車の常道であった 1.00 よりも遅い 1.47 で、極力、クロスレシオな設定に近づけて、非力を補う狙いは明らかであった。トランスミッションが運転席よりやや前方に配置されているため、ギアボックス真上にロッドを立ち上げて、ダッシュボード中央から突出したシフトレバーに連結した。トランスミッションが車体最先端に配置されたトラクシオン、アバンの手法を踏襲したもので、至って簡潔かつ作動確実な構造であった。後年にUインパネシフトの一種だが、フロアシフト、コラムシフトのいずれでもない、変わった形態である。このおかげで、一般的な自動車と違って床から、シフトレバーが突出せず、足元を広く使える。シフト操作も独特で、ニュートラルからレバーを左に倒し前に押すと後進、そのまま手前に引くと一速、ニュートラルでレバーを起こし前方に押すと二速、そのまま手前に引くと三速、ニュートラルでレバーを右に倒し押すと4速である。後には、遠心式自動クラッチを装備したモデルも出現しているが、自動変速機は導入されなかった。ありがとうございます。